くるくるどうだ。はい、どうも解決と申します。セクシーデコスケさん見てたらなんか夜景さんが出てきました。今日はですね、昼間ちょっとプレイ中に前茶でいろいろはい、ありがたいお言葉いただいたお礼にちょっと動画を作りました。ちょっとテンション上がって嬉しくてですね、20本ぐらい上げちゃおうかなって言ったんですけど、 10クリップぐらいで勘弁してください。一応言った手前ちゃんと一応作りました。それではどうぞ。これは車で引いてワンキルで、もう嬉しくてもう余裕でこうで鼻歌歌いながらね、ほんほんほんってこう誰もいないと思ってこうアーマーをねちょこっと育てようかなと思ってこうのんびりねドライブをしてたわけですよね。こう油断しちゃいけませんよ動画ですかね。このクリップかな、クリップ。もう3人いるんです。3人いた、隠れてる3人。これね、余裕をかましちゃいけないっていうね、デスクリップですね、これはね。デスしてしまったクリップ。こうね、こうデスクリップもね、見返すとね、後でちょっとね、あれなんですよね、勉強になるというか、ああ、これはもう次やっちゃいけないなっていう教訓になるんでね、そういうのを踏まえてみていただければ。はい、これは、あ、深追いですね。深追いしてやられちゃうデスクリップですね。これはもうちょい、いける。あ、でも、あ、これ、マギーさんか。ちょ、追いつけるかな、デコスケで。いやー、いける。あ、でも、ミリだ、ミリ。これ、ミリ。もう、味方待たず、もう、いけると思ってますね、これ。もう、完璧にいけると思って。いたいたいた。上かな、これ、上だな。この上あたりにいるな。こっそり近づいてって。多分、窓の外からね、追いかけてくるのを見て待ってると思うんですよね。だから、こっそりこっそりね、こう、追い打ちかけ、もう回復しちゃってるだろうけどね。まあね、油断じゃないけどね、こう、こっそりね、ハイドしてね、やってしまえばいいかなと思って、深追いしたらですね、もうすぐ帰り打ちですよね。そら、そうですよ。当たり前ですよ、そんなもん。これも、深追いして、返り討ちクリップですね。デスクリップ。これもね、あ、もうミリだ。ミリ。あれ回復してる。嘘。これ2人いたんですね。味方のところにやっぱり戻る人はうまいですよね。本当に走っちゃった。で、これはなんだっけ。あ、これはね、普通にな、で、これもデスクリップなんですけど、こう油断大敵っていうデスクリップですね。こう、あ、もう余裕かまして、屋根の上からね、安全だと思って、こう余裕でこうやってるんですけど、あれですね、とどめまで刺してやろうと思ってやられた、とどめ刺された怖いダメですね。これもデスクリップですね。ダメなやつですね。4人、せっかく4人でねいるのにね、こう4人でいればいけると思って奥にいるんですよ。でずっと2人だと思ってたんですよね。2人だったら4人で行っちゃえばと思って、はい、そしたらもう一個漁夫が右側にいるんですよね。でそれ気づかずに、こう2人やってしまえと思ったら3人いるんですよ。足音3つ聞こえ、3つあって。で、いつの間にか仲間、漁夫の方にやられて、1人ダウンして、でこれ3人か。あれ ?3 人どうしよう。もうこれもグズグズだ。銃、弾をね、ちゃんと補充しないからもうこうなっちゃうんです。で、味方もね、やっぱ意思の疎通って重要ですね。どっちかにね。行くか、ね、しないとまたねダメですね。こういうのもね、ほんと起こしてもらうんですけど、味方さんもね、こう私が回復もうちょっと待ってくれればねよかったんですけど、行っちゃったちょっと待って待って待って、これ回復さすが2マスじゃ無理だと思って、2マスで3人で無理ってなっちゃったんですね。でこれ結局ね、横のね漁夫パーティーに撃たれるっていう、これも良くない。もうデスクリップですね。教訓になりますね。これは仲間とちょっと協力してやって、キルクリップですね。これはもう本当、2人でね、協力して、で、やりましょうという。1人ね、味方はね、後ろから回ろうとしてたんですよ。で、私はじゃあここで足止めというか、抑えつつ、後ろに回ってもらうか時間をね、稼いでる間に、味方さんがね、後ろ回ってくれるんですよ。ほら、くるくるっと。
で私はねもうここでちょっと待機してもうどうしていいか分からなくなってるだけなんでしょうけどね、もう味方頼りですねこれ味方の人にちょっとお願いしちゃおうかなと思って、あでもいけるかなと思って、いやこれいけなかったんですね、いけない、これだダメだ、これ帰ろう、もう帰ろう、味方のとこ行こうと思ったんですけど、こうもうね追いつかれちゃうなと思って、回復してる間に、じゃあここでせっかくだからもう軽くいなそうと思って軽くいなしましたよね、もうギリギリですけどねギリギリいやでも味方とちょっと協力するとこうね、相手もねほら混乱するというか前後から足音聞こえたらねっていう、これがあこれもねあのねちょっとグズクリップですけど、まあでもねいいプレイかな、これはまあ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 いくプレイかな、こうねこう一人来ます、これあ絶対モサだ、赤アーマーだしモサだと思ったんですけど、なんか2人ともグズったんですけど、いやグズった相手もグズってくれれば勝てるんですね、なんとかね、はい、味方の力にはなれたかなと、もう赤アーマーだと思ってもう嬉しくて飛びついてますね、本当信じられないこいつ。次はあこれ、まあこれは別になんてことないクリップかもしれない、だまあまあキルクリップですけど、別になんてことないやつだったらなんでこれ入れたんだろう、いやいやいやと、あスニールさんとやるときにそうスニールのジャンパーで逃げられてもこうジャンパーを使ってねやっちゃうよと、もうやり終わってたっていう話なんですけど、これはね結構いいクリップですね、結構頑張ってねあのこう死なないようにね車線を切りながらやってるやつですね、味方もねあの後ろにいて、ただ味方ね後ろの敵がいるっぽくてちょっとこっち22に分かれちゃってたんですけど、ここでもうスニールさん、もうスニールさんね、スニールさん落とすのって結構大きい、これ乗っかっちゃうんですよねスニールさんの頭の上乗っかっちゃった、これで勝ったのかな、頭の上乗って混乱したのかな、スニールさん、これも仲間とうまくこう切るクリップですね、綺麗に綺麗じゃないけど、やっぱり味方と一緒にやるのはすごく重要だなっていうクリップですね、こういうの見返すと本当にねあれですね、あの少しずつ上手くなれるというか、いいプレイはそのまままた覚えておいて、悪いプレイはもうしないようにしようってなるのでね、あの 見返すのもいいと思います、たまにね、で録画するの大変だからな、でもなこれ見返すのも時間差ですね、これはあこれ勝利、最後勝利したやつですね、はい、2-2になっちゃったんですよ、1人落とされちゃって、でこれはまずい、これは踏ん張らないと、俺が死ぬわけにはいかない、もうビビってますね、だいぶビビってんな、死ぬわけにいかビビってますね、もう死ぬわけにいかないんで、ちょっとどうしようと、こうね、スイッチしてね、スイッチって技ですよね、これ、あ、来た、2人来た、味方は後ろ下がった、じゃあこっちのケツのやつをやってしまおうと、たまたまね、運よく前段当たったんですよね。あと運比の強いよ動画になってるんかな、これ全般通してね、運比強いですよっていうどんだけ運比好きなんだろうと、でこう最後ね味方がやってくれたんですけどねはい、こうやってちゃんと味方と連携を取るってすごく重要なのでね、あの中級者以上の、まあ、初級者の人は特にもね、はい、気をつけて味方と連携取りましょう、いや嬉しそう、はい、というわけで今日はねちょっとね急遽あの頑張って見返してなかなかいいなっていうクリップどうなんだろう、もっと上手い人はねもっといいクリップ作るんでしょうけどね、まあまあ私あれ限界です、あれが限界でも見返してあの少しずつ上手くなれればいいかなと思います、あのはい、やってしまった失敗はねもうやらないようにしましょうね、でやできてはね、成功したものはあのまた次ね使っていきましょう、ありがとうございます、やばいな中身これやばゼロだな、またこれこりずまたはいお願いします、くじけてどうだ。